以上が今回の番組内容でした。それでは次回9月16日日曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。市内の幼稚園を紹介するコーナー、僕の私の園自慢。次回は新町幼稚園とあの幼稚園をお送りします。ツボートレース場で行われる催しなどを紹介するコーナー、ツッキーの水面だより。次回は施設を紹介、その3をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは、7月中に起こった火災や救急出動、交通事故の発生状況をお伝えします。火災が7件ありました。うち住宅火災は3件ありました。救急出動は1338件、交通事故は879件ありました。かけがえのない命や財産を守り、安全で安心な街を目指しましょう。9月29日土曜日、道の駅みすぎで道の駅みすぎサンクスフェスタが開催されます。午前10時から特産品の販売などを行う物産展や福引き抽選会が行われます。また木工体験や丸太切り体験ができるウッディフェスタも同時開催されます。ぜひご来場ください。このあと45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、8月26日に放送しました津市中学生震災ボランティア前編をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。